私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、パルパルです。出た。いやー、ドキドキする。やばい、どうしよう。私北海道で自分のバイク乗ってる。おー、気持ちがいいね。すごいですよ、みんなに見えるかな。さっきもね、地球の端が上から見えるっていう、なんかもうすごい良かったな。マジか、ここ行くんか。ここやばいで、ね、あー大丈夫かな。おー、俺のちょっと急速にしたろ。俺のバイク頑張れ。俺のバイク頑張れ。これ降りるとき怖いで。おー、ポッ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 、着いたー。よいしょ、なんかすごい、なんかよくわかんない何かがあるよ。よいしょ、着いた。マミヤ食堂です。マミヤ堂か、こんなちっちゃかったっけ。そっか。さてこれから宗谷岬に、よいしょ、向かうのに、よいしょ、暗がり峠級の大変勾配のある坂を下っていこうと思いますが、果たして無事に生き延びられるのか、怖いですね。大丈夫ですかね、私。よいしょ、自分で心配になってくるわ。映像で伝わるか。よいしょ、宗谷岬まで行きますよ。あ、やばい、これ死ぬよ、死ぬ。怖い、やばい、やばい、これやばいで、あー、おばあちゃんのお作業しとる。おばあちゃん助けて。心臓が止まるかと思った。やばいやばい。よっしゃ、いける。あー、よかった。あー、マジで死ぬかと思った。あ、ここかな。どこに止めたらいいんやろ。宗谷岬の看板みたいなのはどこにあるのかな。あの宗谷岬モニュメント、あったあれや、あれや。よいしょ、あそこまでバイク持ってって撮ってる人いるもんな、たまに。すごいよな、この時間は無理やんな。どうも皆さん、こんにちは。だいたいどこでも一人で行くのは友達がいないから。どうも、パルパルです。さて、今日は小樽に向かうんですが、その前に札幌時計台へ
よいしょ、向かいたいと思います。エンジンスタート。ブンブンピクって全然車とかおらんからな。すごいですよ、最高ですよ。もう道がね、全然ほら見て、車も全くおらんし、人もおらんし、気持ちがいいんですよ、本当に。もうただただ気持ちがいい。なんかね、笑っちゃう。なんか普通のその本州の田舎とかともちょっとまた違った感じの道でというか、まあ、ほんまに車がいないので素晴らしいですね。もうなんか自分のペースでゆったりも走れるし、頑張りたい人は頑張れるし、で道もねそんなガタガタしてないんですよ。これやっぱりね、道がガタガタしてると結構ね怖いし、いやー気持ちいいなー。もう多分今日ね、今日の放送10分間気持ちいいなしか言わないんじゃないかっていう。今日は天気がすごくいいんですけど、すごくいいおかげで随時熱中症気味です。ルカダンが、いつものルカダンがあるんで、ルカダンプラス太陽光太陽光とルカダンやばいよ。もうなんかね、軽く頭痛してますからね。さっき北海道で YouTube 見てますよって言って、なんか声をかけてもらって、昨日の夜アップしてましたよね。え、それも見てたみたいな。マジかみたいな。ありがとうちゃん。ありがとう、本当見てくれて。皆さん見えないけど投げキスした、投げキス。本当ね、北海道は来てよかったわ。もうね、体がバキバキなんですけど、マッサージを昨日受けて、なんとか回復しまして、北海道はヘリでなんかスピード違反を取り締まってるとかどうとかなんとかっていう噂がありますが、それらしきヘリは一回も見てへんけどね。お、あれバイクやない？バイバーイ。幸せを自分の胸でだっけ？胸で掴むとか、自分の胸で掴むってどういうことじゃん。おっぱいバレーか。ご利用は計画的に。おお、小麦畑超綺麗やで。わあ、綺麗。小麦畑。お米とまた違った色合いで素晴らしいね。はいはい、GS。道の駅で休憩しましょう。ちょっとこれはね、半端やないで、暑さが。涼しくなったで。札幌のこれすごいよね、道がすっごい分かりやすい。東京もそうしてと思う。交差点名が番号がついてん、順番に。北1、西17ですよ、ここは。隣は18とか超分かりやすい。日比谷交差点、うん、どこみたいになるけど、あ、15ね。じゃあ今11にいるから、12、13、14、あ、15ね、4個目。夜になったら寒いかもしれんな。ジンギスカン食べたいんだよな、一人でジンギスカン。一人焼肉はね、最近ね大丈夫になってきました。一人ジンギスカンまだやったことないな。友達がいないよ。お、あった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 、よいしょ、あった、時計台や、来た、これやで。写真撮るのは難しそうなんで。北海道ワインって地図に書いてあったのを見てワインディングかと思って来てみたら、ただのワイナリーやった。どうもパルパルです。今日はラストデイということで、今ですね、その北海道ワインのワインディングかと思ったとこに来たら、ワイン工場があったんですけど、本当にワインディングで。めっちゃ見て、これ地図見えるかな、これ地図さ、すごいの、くねくね。